间呢是早上差不多9:45。哦，现在的时间是早上差不多9:45。那为什么我们两个今天会这么早呢？是因为我们两个今天要来吃麦当劳的早餐。哦，好亮。好，麦当劳到了，因为早上只到10的关系，我跟文当每次都没吃到，因为我们两个都很懒得10以前出门，就终于有机会可以吃到了。クーが一つ。はい。ファンタグレープが一つ。ファンタグレープ。はい。以上でいいかな。うん。これいる？大丈夫？大丈夫。以上で。はい。飲み物車内ですぐ飲まれますか？はい。ありがとうございます。お会計820円です。はい。お気をつけて前どうぞ。はい。ただいま。45周年。那我们两个现在已经买完麦当劳了，我们现在重新开场一次，因为他也没想到文当这么快就到麦当劳了。嗯，5分就着了。对，大家こんにちは、ルちゃんです。文当です。大家早安。今日も動画を見てくれてありがとうございます。なんか朝マーク熊本に来たのが初めてだね。うん、熊本で来て食べるのは初めてかもね。なんかいつも食べたい食べたいって言って、なんかいつも行けないっていう。単純に起きれないだけなんだけどね。そうだね。日本的麦当劳每年冬天都会推出巧克力派，那今年很特别，就有推出提拉米苏的，所以就想说吃早餐的麦当劳，然后顺便吃一个提拉米苏派。然后我们两个呢是用麦当劳的 APP 点的，就是麦当劳的 APP 它有非常多的 coupon， 我不知道台湾有没有，但是日本的麦当劳要买的时候啊，最好是下载 APP， 因为都会变得很便宜。像是我们两个今天点的猪肉满福宝加蛋的套餐版是450，那用 coupon 的话就变成350，省了差不多台币30几块的感觉。我们刚才买的时候，他还给了我们一张这个 coupon。这个 coupon 呢是下次利用的时候可以免费拿一包小薯条的 coupon。我里面的衣服看起来很像卫生衣，可是它不是卫生衣，它是一件针织毛衣。好，那我们就打开看看里面有什么。你不要学我，我跟文章今天情侣装哎。今日はカップルコーデ。ブラックコーデ。那首先跟大家介绍饮料，饮料的话我跟文当都是喝软性饮料，我喝的是酷葡萄口味，就是 QOO， 台湾应该没有了吧？酷でしょ。言いづらくない？QOO って。酷の方が言いづらいと思う。そう？一文字じゃん。酷。QOO がいいの。俺はね、ファンタグレープにしました。我跟文当两个人都是点猪肉满福宝加蛋，我就是苦力高一般 ski， 还有薯饼等等，这跟台湾一模一样。我的话呢，都要先吃薯饼，薯饼跟台湾就差不多。いただきます。朝マックといったらこれだね。うん。でもこの年になったらちょっと脂っこいね。こうやってソースとかつけないんだ。ソースない方が美味しくない？あ、夢が叶った感じ。簡単な夢やな。普段朝ごはん食わないけど、こういう朝マック食べるとめっちゃ元気になる。あとなんか旅館とかホテルとか行った時のさ、朝バイキング、食わなくてもいいんですけど、なんか用意されたらね、すごい嬉しい。那这边台湾人都吃早餐，其实我来日本很不习惯，觉得日本人早餐真的是没有这么丰富。でも台湾の朝ごはんいいなと思うわ。なんか朝からすごい元気になる。美味しいしさ、安いし。マフィン食べよう。チーズめっちゃある。看起来好好吃哦！すげえ、こんな昔チーズあったっけ？なんか久々すぎてやっぱり美味しいね。好吃。好吃啊！うまいうまい。你们看猪肉满福宝，天哪，真的好久没吃哦，感觉超好吃的。我很喜欢吃猪肉满福宝的这个汉堡皮，还有蛋跟 cheese 跟这个肉哦，感觉超好吃的。他们现在也有出新的 Gelato 的汉堡，但是我还是觉得早餐就是要吃这个，所以我还是只点这个。好吃。好喝吗？好喝。开吃。嗯。好吃吗？好吃啊！伊豆食べるとめちゃめちゃ入るんだよね。スーちゃんの会社の人朝ごはんどういうもの食べてる？みんな食べない？みんなおにぎりとかバナナとか。でもルーちゃんも日本に来たからなんか最近そんな朝ごはん食べなくなった気がする。まあ台湾に帰ったらめっちゃ食べるけど。ルーちゃんは大学生の時に住んでたアパートの近く朝ごはん屋さんがあって。なんか店開くのは6時まだ6時半かな。我都会点一份盐水意面，还有一个鸡球，然后好像有时候还会点煎饺，然后再加上一瓶饮料，就是吃的非常多。那一开始的时候，那个老板还问我说这是几个人要吃的，要几双筷子，然后我都会觉得不好意思，我都说两双。然后可是其实都是我一个人要吃的。然后有时候我懒得丢垃圾，我就直接在店里面吃，然后老板就知道说我原来是我一个人在吃这么多。それでいくらぐらい？いくらなんだろう？安かったよ。1000円は行ってない。いや絶対行ってない行ってない。500円も行ってないぐらい。行ってない行ってない。マジ？超安いじゃん。300円、400円ぐらいかな。すげえ、それでそんな食べれるの幸せだな。だって前台湾行った時にもめっちゃ頼んで安かったよね。いやめっちゃいいなと思うよ。
台湾の朝ごはん。なんか友達はもともと日本で台湾の朝ごはんやろうかなと思ったんだけど、うん、でもやっぱり日本人は朝ごはん外で食べるっていう習慣ないじゃん。ない。つぶられるかなと思ってなかなかね出せないでいる。そもそものスタイルをね変えないといけないからね、うん、だから朝からこんな食べるみたいなそんな感じになっちゃうからね。誰か宣伝とかそれこそインスタグラムとか有名な人が宣伝とかしたらもしかしたらタピオカブームみたいな感じで来るかもしれないよね。多分映えるように飾りとかやらないといけないと思うんだよ。でも味で勝負するのが一番だけどね。味が最初日本人が受け入れづらいかもしれないじゃん。やっぱり最初なんかね、うん、前台湾の朝ごはん屋食べにいたじゃん、なんか東京の、うん、そこも結構写真映えだったら、うん、結構日本人の女性もね人気でいう。確かにね写真撮りに来てる女の子いっぱいいたもんね。まあ、台湾で一番美味しかったなって朝ごはんで思ったらやっぱね大根餅かね。あれちょっと忘れられないな。でも朝ごはん食べたらすごいねやっぱ元気出たしね、うん、幸せな気分になって。那跟大家说一个坏消息，就是我买成一般的巧克力派，不是提拉米苏。食べたことある？ルーちゃん。あるよ。でもルーちゃんが好きだからルーちゃんにあげよう。ありがとう。长这样子，把它咬一口给大家看。给大家看。给大家看，这个呢很容易掉屑屑，所以吃的时候要小心。哦，それ思った最初に。そうそうそう、これ結構ね危ないの。ポロポロ落ちそう。对，吃这个时候要很小心，因为它会掉。那我いただきますね。はい。チョコ出てきた？まだ。お。中のパイ生地もちょっとチョコな感じがするね。味がないけど。もちもち？うん。では本場のチョコ行きたいと思います。届くかな？届くよ。食べ方。吃到巧克力，吃到巧克力了，快讲快讲。巧克力，巧克力。嗯，满满的巧克力，而且里面还有一点榛果哎，好吃好吃。好吃吗？嗯，好吃。你跟我讲一点中文。不要。为什么不要？没有不要。不是，没有不要就是要。没有没有为什么？没有为什么？你走开。没有走开啊。怎么可以叫我走开？你喜欢巧克力派吗？哇，好棒哦！啊对的，啊对的，啊对的，啊对的。哦。派哇派，そのまま。哦。Lucky lucky point。喜欢。喜欢。那你喜欢巧克力派吗？喜欢。喜欢，喜欢的话你吃。嗯，味濃いね。我们文当喜欢吃巧克力，对不对？嗯。之前有人留言说文当的皮肤状况会这样上上下下是因为他喜欢吃巧克力甜食，可能真的有一点影响。然后最近文当他其实有在戒甜食，他比较没有像以前一样那么常吃了。他最近比较健康取向，所以我觉得跟巧克力好像也没有什么太大的关系，应该是因为他的工作压力。但是现在皮肤的状况又好了，你们看文当只要被说皮肤好就会很开心。他打キレイで言われたらすぐ嬉しくなる，是这样吗？みんな嬉しいでしょ。好，那谢谢大家今天看我们两个一起去吃麦当劳早餐的影片。其实真的很久没有吃到麦当劳早餐，蛮开心的。要是今天没有拍影片的动力，说不定我们两个又会睡过头。好险有拍影片，我们俩才可以吃到。10時までに家を出るってのは難しいね。ね、難しい。まあ起きてるんだけど、なんか用意して出るのが難しい。それ。で次回また食べれるようにね、頑張らないと。好，那这支影片就这样子啊，我们下次影片再见，大家拜拜，再见，拜拜，拜拜，希望下次也是可以吃到。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。